今回はモンタルバーノ、シチリアの人情刑事、第1話、これ見ましたので、それをね、語っていきたいと思います。はい、この、ね、ドラマはモンタルバーノ刑事を中心にですね、まあ、イタリアのね、刑事ドラマ、まあ、国民的な人気のドラマみたいですね。見た終わった感じはね、結構満足できました。はい、で、まあ、どこが満足できたかっていうとね、まあ、結構たっぷりと余裕を持って、ドラマをね見せてくれるんですね。当然サスペンスとかね、こう謎解きっていう部分はあるんですけども、それ以外のね、この人情話というか、このね、モンタルバーノ刑事の私生活に迫るような、そういうですね、演出があって、面白かったです。はい。で、まず最初ね、海の上で、船の上で、殺人事件があるんですね。で、まあ、モンタルバーノ刑事が呼ばれるんですが、これはね、管轄の違いで、そういうこともあって、一見ね、今回の事件とは別の事件のような、雰囲気なんですけども、まあ、これはね、伏線として後で聞いてくるということ。うん。でね、この伏線の張り方ですけども、まあ、後から考えるとうまいなっていう感じはしますけども、まあ、後から考えるとうまいなって感じはしますけども、これがね、ドラマの第1話の初っ端ですからね、見てる人はね、あれあれと思ったんじゃないかな。これがね、2話目、3話目だったらいいと思うんですね。第1話の初っ端がね、この、一見ね、無関係とも思える空振りなんですね。はい。まあ、これはね、ちょっと、難しかったですね。はい、正直。後半ブームが非常にね、面白いので、ここはね、伏線張れなくてもいいんじゃないかなと私はね、思いました。はい、それでこのね、モンタルバーノがですね、仕事中に、まあ、捜査中に電話がかかってくるんですよ、よく。で、まあ、女性からの電話と、付き合ってるね、女性からの電話。その電話で、この女性にですね、まあ、ギャンギャン文句言われるわけですね。要するに、この人はプレイボーイなんじゃないかと。そういう匂わせるね、シーンもあります。このあたりで、まあ、刑事ドラマでありつつ、かつですね、こういう艶っぽいね、お話も織り込まれてるのかなと思いながら、まあ、興味をそそるですね、冒頭部分になってます。はい。で、この主人公のモンタルバーの刑事ですけども、風貌はね、まあ、いい男風にね、描かれてますね。実際見た目がね、どうなのかってことはよくわからないですけども、まあその国によって違うからね。見た目はね、テニス選手のアンドレ・アガシって言いましたね。アンドレ・アガシに似てるような、そういうがっしりとした、はい。で、顔はちょっとベビーフェイスのような、そういうね、まあ、感じなんですね。まあね、いい男に描かれてます。はい。で、まあ、はい。で、まあ、ようやくね、事件らしい事件が起きるんですが、とあるマンションのエレベーター。このエレベーターの中で、老人がね、ナイフで刺されて死んでると。まあ、こういうね、殺人事件がモチーフですね。はい。で、このエレベーターの中にね、はい。で、このエレベーターの中へですね、モンタルバーノがこう、現場検証に行くんですけども、その時に描かれる周りの人間がね、これなかなか目を引きますよね。同僚というか、部下の、警官、ね、であったりとか、ペコペコしてるんですね。まあ、モンタルバーノに気を使ってるというか、
はい。まあ、上下関係もあるし、性格の問題もあるし、それから、このマンションの警備員、常駐のね、警備員もモンタルガマードが来るとですね、まあ、刑事だって分かってますから、まあ、かなりペコペコなんですね。でね、ペコペコしてるのはいいんだけども、冴えない風に描いてるんですね。能力がないような感じで描いてます。はい。このね、刑事よりも、の部下、あるいは、まあ、そういうね、立場の人を、冴えない風に描いてるんで、こう見てる人はどうしてもね、モンタルバーノに感情を移入せざるを得ないんですね。同僚のね、若手の刑事とか、あるいは部下の刑事とかには感情移入できないと。具体的に言うんだったら、古畑任三郎ってありましたね。古畑任三郎の今泉刑事みたいな、ね、部下でちょっと冴えない感じで描いてると。はい。そういうね、感じで、今泉刑事にはなかなかね、感情移入できない。どうしてもね、古畑任三郎にみんな、そっちの立場になりがちなんですね。まあ、これはね、そういうふうに持っていってるとも考えられます。はい。またはね、お国柄ですよね。お国柄で、まあ、こういうね、部下とかをですね、あんまりよく書かないというお国柄もあるのかもしれないですね。日本だったらね、それはちょっとわからないですけども、日本だったら、あんまりこういう書き方しないですよね。要するに、ね、ペコペコしてだって、能力があるように描くし、ペコペコしてても、忠義心があるとかね、あるいは上司を立てるいい部下であるとか、はい。あるいは、弦の下の力持ちとか。そういうね、まあ、いい風に描く場合が多いんですよ。はい。で、マンション内のね、エレベーター内の殺人事件に戻りますけども、こう、聞き込みをしていくとですね、どうやらエレベーターに関係するその住人のね、マンション内の住人の様子がおかしいのがいると。何人かちょっと様子がおかしいと。はい。で、まあ、詳しくね、話を聞いてみると、犯人というよりは、単純にね、関わりたくないんだとか、あるいは自分が疑われたくないとかね、そういう理由なんですね。はい。ですからまあ、悪人とは言えないけれども、あんまり捜査にね、協力的ではない、人が多いと、いうことですね。はい。ね、このエレベーターの中に、偶然そこで居合わせて、ワインの瓶をね、落としてしまった、男の人がいるんですね。まあ、この人から情報を得てですね、本当の情報を得て、そのね、ワインは実は、この、犯罪とは全く無関係のものだったんだと、いうことがわかります。まあ、要するに、老人のね、このワインの男の告白によって、捜査が楽になると。一つね、まあ、排除できることが増えたわけですから。はい。はい。で、このワインの男に対してはですね、後で、このモンタルバーの刑事は、自腹でそのワイン代をね、おごってあげると。ワインは証拠で取っちゃいますから、自腹でワインをね、別のワインをおごると。そういうことをやってます。まあ、粋なね、お礼ですよね。はい。はい。それに対してね、親子、まあ、母と娘の親子がいて、その親子は、その現場のね、死んでる老人を見ぬふりしたと。はい。見て見ぬふりして知らん顔してたと。そういうね、まあ、親子がいるんですね。その親子からも本当のね、ことを聞き出して。まあ、要するに、その親子はもう犯人ではないと。
まあ、排除するわけね、証拠から。まあ、容疑から排除するというか。うん。はい。で、このね、見て見ぬふりした親子に対しては、後でね、モンタルバーノは、救助しなかったというね、疑いで、まあ、しょっぴくわけね。まあ、救助しなかっただけですから、殺人に比べれば重罪ではない。しかも、有罪になるかどうかも怪しいと。いう、まあ、軽い罪ですけども、それでもね、署にね、同行を願うと。うん、まあ、これは、罰ですよね。見て見ぬふりしたという、そしてそれを言わなかったという罰。うん、これを与えてるわけね。ワインの男に対してはお礼をし、見て見ぬふりした親子に対しては罰を与えると。はい、そういうことをやるわけですね。はい。で、このね、独特のですね、まあ、行動がね、このモンタルバーノの、オリジナリティなんですね。うん。まあ、犯人をね、捕まえるために、まあ、いろんな手法をね、使うわけですね。まあ、ブラフ、ハッタリをね、使ったりとか、嘘を言ったりとか、あるいは脅したりとか、うん。まあ、その時々によって、いろいろね、臨機応変に変えてくるんで、まあ、頭がいいと思うと同時にですね、まあ、何でもやってくんだなと。はい。まあ、暴力はね、使わないですけども、何でもやってくると。うん。そういうね、まあ、刑事だと。このあたりがね、人情刑事という題名にも現れてると思いますけども、まあ、これはね、人情刑事というだけではちょっと収まらないような、うん。とてもね、面白い、深いキャラクターだと思います。はい。ここでね、モンタルバーノのキャラクターについてですけども、強引だったりね、うん。まあ、口がうまかったりとか、厳しかったりとか、狡猾だったり、ずる賢いね。そういうキャラクターなんだけども、目が綺麗なんですね。うん。もう、おっさんのね、刑事の目が綺麗っていうのもちょっとね、変な話ですけども、まあ、ちょっとね、話を聞くときの目がね、いいと。うん。まあ、これはね、何なのかなと、思いながら見てて、このね、目を見るとみんなね、真実を話したくなる。自分にね、被害が及ぶとしても、実はと。はい。そういうことを言いたくなる目をしてるんですね。まあ、このね、目の美しさは、何なんだと。やはりですね、それ考えてみると、もう純粋に、犯人をね、捕まえたいとか、あるいは殺された被害者のためであるとか、あるいはね、この子供たちが住むような町に犯罪者を野放しにしとくのは、まずいだろうと、危ないだろうと。そういうね、シンプルな正義感から、来てると思います。はい。で、こういうね、まあ、シンプルな正義に基づいた人間がですね、あらゆる手段を使って、犯罪をね、取り締まると。目的はシンプルで、手段は複雑な、高度な人間ですね。こういうね、刑事の姿を見せられると我々はね、まあ、安心しますよね。はい、安心しました。まあ、フィクションだと分かっててもですね、安心するんですね。うん。まあ、刑事のね、捜査とかは普段は目に触れない、ですよね、ほとんど。まあ、結果だけがね、出てくるというか、結果もほとんど出ない場合も多いし、だから中で何やってるかよくわからないというね、そういう不安感があるんですよね。でもね、こういうね、一生懸命な、
刑事の姿を見せられると、我々でですね、安心すると。うん。でね、この犯人とかね、あるいは、他の事件でもそうですけども、再犯の恐れのない犯人って言いますよね。はい、再犯の恐れのない犯人。要するに、もう、ひどいね、恨みを持っていて、人生に一度だけ、その知り合いを殺すということで、別にね、周りの人に対しては別に何にも何ともないと。そして犯罪を繰り返さない。そういう犯人はですね、別に野放しにしていても構わないわけですよ。もう結果は起きちゃったわけだから、そしてもう二度と起こすことはないと、ね、でその犯人すら一生懸命になってほじくり返して探そうとすると、うん、このね事件のタイプもそれに当たると思うんですけども、繰り返さない犯罪だけども一生懸命探すと、これにね、我々はそれに対しても喝采を送るわけね。うん。これなんでかと、我々には関係ないじゃないかと思いますけども、もしもですね、まあシリアルキラーのような超極悪の犯人が出てきてですね、ガンガン人殺しをしてると、そしてこれからもガンガンするであろうという事件が起きたときに、このね、モンタルバーノが、出てくるわけですよ。うん。そして、今まで見せてくれたような、まあ、強引な、狡猾な、手法を使って事件を解決に導くと、思うと。うん。それをね、期待してると。いうことで、その時のために、もう、こういうね、刑事は必要なんだと。そんな風な安心感ですよね。はい。まあ、そういうことをね、ずっとね、考えて、考えながら見ていくとですね、我々ね、普通の一般のね、そういう事件とは無関係の人々はですね、事件によって自分が被害を受けるまでですね、無関係でいたいと。知らんぷりを決め込みたいと。はい。そう思ってる人も多いと思うんですね。私自身もそうですし。要するにできるだけ近づきたくないねと。自分のね、家の隣でそういうことが起きれば、さすがにね、捜査に協力しますけども。ね。あるいは自分に被害が及ぶんであれば、捜査に協力しますけども。それ以外はですね、まあ、だんまりを決め込むというかね。そうなりがちなんですよね。うん。まあそういった我々のね、我々こそこう、狡猾な、ね、自分に被害を起きるまでは、無関係でいたいというね。で、ひとたび関係ができれば、超協力的になるというね、そういう狡猾なずる賢い、我々のね、態度、ですね。うん。それをね、よく表しているのが、先ほどの、見て見ぬふりした親子を、しょっぴく、ね、救助しなかったという、しょっぴくというね、モンタルバーノの、行動ですよね。大変ね、皮肉が効いていて、素晴らしい脚本だと思います。はい。このね、ドラマの中に出てくる食事について、モンタルバーノがね、食事をしてるシーンが、まあ、大きく2回ぐらいあります。これがね、うまそうなんだよね。はい。とってもね、うまそうでした。最初は、なんかラビオリかなんか、もうね、つっついてる、シーンですね。遅く帰ってきて、まあ、作り置きのね、そういう食べ物を食べてると。うん。まあ、それから、二つ目は昼食ランチにですね、魚のね、揚げたもの、フライをね、食べてるんですけども、食べようとした時に、このね、付き合ってる女性から電話がかかってくると。で、もう家に着いたから早く来てと。ね、そのモンタルバーノは、まあ嘘をついてですね、
今会議中だと言って、その魚をね、食べてから帰ると。はい。まるでですね、浮気をしてるかのように、こう嘘をついてですね、魚を食べて、それで帰ると。このシーン面白かったですよね。それほど、別に愛する彼女を待たせてでも、食べたい、魚のフライなんだと。ね、はい、日本でもね、ことわざ、女房を質屋に入れてでもとは、そういうね、ことわざがありますけども、まあ、食に対する、そういうね、こだわりというか、ですね。日本だったらね、このシーンは思いつかないんじゃないかな。グルメデカとかだったら別ですよ。グルメなデカとかだったら、刑事だったら、ここでやりかねないですけども、普通のね、人情派の刑事が、彼女を置いといて、レストランのね、魚のフライを食べるという。まあ、とにかくね、よだれが出る、いいシーンでした。はい。はい。まあ、マンション内のね、一つの殺人事件ですけども、これがね、スパイ活動との絡みで大事件になってくるわけですね。要するに国家レベルの、そういうね、事件に巻き込まれていくということ。で、まあ、もちろん、モントレバーノは犯人をどこまでも追及したいですけども、政治的な圧力でちょっと待ったがかかったりとか、はい、犯人は分かってるんだけども、捕まえられないとかね、そういう展開になっていくわけです。この辺もね、深い、脚本ですよね。はい、ラストのね、ビデオカメラで、撮るシーンですね。まあ、ビデオカメラで、このね、話し合いを盗み撮りして、それをネタにですね、あるものを手に入れようと、するモンタルバーノ。でね、このビデオカメラがね、撮れてない。要するに、操作ミスで、録画してなかったんですね。はい。で、要するに、肝心要のビデオカメラの録画ができてなかった。完全ミスですけども、モンタルバーノはそれを知るとですね、目をこう白黒させて、ちょっとコミカルに驚くわけです。まあ結果はね、まあ大したことはなかったんですけども、まあ、要するに、ミスっちゃったテヘペロみたいな、そういうね、テヘペロをこうね、ねじ込んでくるわけですね。ちょっとね、違和感ありましたよね。シリアスになってもいいシーンですけども、まあ、面白く描いてるわけね。でね、これは何なのかなと。ね、どうしてこう、面白くコメディーにするのかなと思ってたら、やってることはね、結構悪いことやってるんですよ、モンタルバーの。要するに、オフレコであるべきね、この話し合いを、盗み取りして、それを ネタにですね、揺すって、あるものを手に入れようとすると。もちろんね、子供のためであるとか、相手がね、数段悪いとかね、そういうことはありますけども、やはり、揺すり取ろうとしてるわけね。まあ、これが許されるのかどうかっていうね、問題ですよね。はい。要するに、このテヘペロを入れとかないと、モンタルバーノが悪い奴になってしまうんだと。ね、悪に立ち向かうために悪に手を染めるような、そういう人間になってしまうんだと。はい。で、ドラマの中でも出てきてますけども、モンタルバーノやらないですけども、このね、ビデオをネタにお金を要求することもできるわけですね。可能なわけですね。はい。ですから、そっちの方向を行ってしまうとどんどんね、悪くなってしまう。
どうしてもね、この主人公は、そっちの方向にだけは行かせたくないということなんでしょうね。そこで、まあ、結局ね、ビデオ撮れてませんでしたよと、そういうね、風にして、まあ、ギリギリでね、正義を保つと。まあ本当はね、ビデオ撮れてても、撮れてなくても正義は保てないんですよ。ね、ネタに揺すってますから。はい。まあでもね、まあギリギリのね、そういうことを入れてきて、いると。はい。はい。でね、これはね、ちょっとわかりづらいんで、日本の刑事ドラマに例えるとですね、日本の刑事ドラマでは、取り調べの時に、犯人をぶん殴ったりとか、あるいは目撃者を探すために、街の情報屋をね、ぶん殴ったりとか、そういうことよくありますよね。うん。まあ、これね、手法としてやっちゃいけないことだと思うんですね。でもドラマでは、まあやってると。ね、それはまあ犯人を捕まえるためというね、お題目がありますから、やるんですけども、あんまりやりすぎるとその主人公の正義に関わると。いくらね、目的が正しくても、手段が、悪ければ、受け入れられなければ、それは悪いやつになってしまうということです。はい。で、先ほどのね、日本の刑事ドラマだったらどうしてたかということですけども、まあ、犯人をね、目撃者を探すために、街の情報屋をボコボコに殴るとかね、自白を引き出すために犯人をボコボコに痛めつけるとか、これやりすぎると、まあ、悪いやつになりますよね。うん。そこでですね、こう犯人をボコボコ殴ってる時にですね、思わずこう、壁を自分の手で殴ってしまってね、で、手の甲を骨折してしまうと。ね、うん。こういうね、失敗を入れ込んどくと、このね、モンタルバーノのように、テヘペロ状態ができて、ちょっとね、マイルドになるという、まあ、そういうね、ことなのかなと思いました。はい、このね、モンタルバーノですけども、まだね、1話しか見てないですけども、1話を見た感じでは、武装してないんですね。拳銃で武装してない。そして、まあ、操作するときも基本的には一人で、乗り出していって、ね、一人で話を聞くと。うん。まあ、このね、拳銃で武装していないというね、その殺人事件なのに、国家的なね、圧力がかかってるのに、まあ、命が狙われてるので、周りの人間を避難させたりとか、その人間がね、危ない目にあったりとか、してるのに、このモンタルワの本人は、まるでね、こう、武装してない。うん、本当はね、拳銃ぐらい持ってるのかもしれないんですけども、一度も出すことなく、終わってます。うん。はい。で、なぜね、モンタルバーノは武装していないかという問題ですよね。日本のね、古畑任三郎もですね、拳銃持ってない雰囲気がないですね。うん、多分持ってないんじゃないかな。で、捜査の時に、まあ、殺人犯と思われる人物と、こう、話すわけですね。うん。二人っきりで、密室で話すことも多いです。はい。で、これはなぜできるのかと。まあね、簡単に考えれば、達観してるからと。やられるときは、どうやったってやられるし、ね。だから、まあ、持たないんだと。そういうことはあるんですけども、もっとね、違う見方をすれば、はい、もっと違う見方をすれば、自分の立場をよくわきまえてると。自分の立場をよく利用してるということ。要するに、まあ、警部補。まあ、このドラマは刑事ですけども、警部補という
高い身分を利用してですね、もし自分に手を出せば、まあ警察全体を敵に回すことになるよと。ね、そして、自分が今どこに来てるのかっていうのは、それは警察の方で把握してるわけですから。自分が姿を消せば、疑われるのは君だよと。ね、うん。いうことでね、まあそういうプレッシャーがあるから、犯人は手が出せない。うん。まあそういうことですよね。まあそれにしたってね、まあ肝が据わってるというか、はい。